はい、皆さんこんにちは。今日紹介するのはこちら、弱った観葉植物たちのその後ということで、今まで何度かホームセンターとかで弱った観葉植物を買ってきて、でお家で対処して、様子を見るっていうことをやっていたんですけれども、どんな風になったかっていうのを今日は紹介していこうと思います。まあ、結構僕の場合は洗剤につけたりとかね、いろんな変わった方法を取ったりとかするのが多いので、これで大丈夫なのとか心配になる方もいると思うんですけれども、今日はこんな風になってますよっていうのを紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。で、本題に入る前にお知らせがあります。昨日から始動しました、新しいブログ開設したので、もし興味がある方ご覧になってみてください。まあ、今までもブログやっていたんですけれども、今までは FC2 さんのねブログだったんですよ。で、それを独自ドメインのねブログに切り替えました。ちょっとタイトルも変更しているんですけれども、今まで同様植物についてのお話をさせていただこうと思います。こちら概要欄にリンク貼っておきますので、お時間ある時にでもご覧になってみてください。はい、というわけで一番直近のですね対処してみた動画、こちらですね、カラテアです。概要欄にねリンク貼っておきますので、その時どんなことやってたかっていうのはそちらからご覧になってみてください。でね、カラテアは水栽培をしてたんですよ。こんな感じ、瓶の中に水を張ってそこにジャボンとつけておくだけですね。まあ、気温もねちょっと低いのもあってか、あまり根の張りは良くはないような気はしますけれども、でもやっぱり根腐れはしないですね。多少ね根っこも生えてはきてます。他の観葉植物だとね、結構この水栽培すると根っこ腐ってきたりとかするんですよ。水栽培って基本的には土に植えられている時の根っこっていうのは腐り落ちることが多いです。で、水栽培をしていくうちに、水に適応した根っこが出てくるんですけれども、それでもやっぱりね新しい根っこも腐っちゃうことが多いんですけど、カラテアはねやっぱり腐りづらい気がしますね。新芽も出てきてます。で、新しい葉っぱもこうやって展開してきています。ツヤツヤでね綺麗な葉っぱですね。今展開してきている葉っぱっていうのは、もともとこの株が持っていた体力を使って展開してきている葉っぱなので、葉っぱのサイズも古い葉っぱに負けず劣らずっていう感じですね。しっかりした葉っぱを出してくれてます。ただ用土で育ててるのと違って、やっぱり栄養分がねどうしても足りなくなっちゃうというか、少なめになるので、今後はねおそらく葉っぱちっちゃくなっていくんじゃないかなっていう気はします。まだねそんな1年も2年も経ってるわけじゃないのでね、はっきりとは分かんないんですけれども、多分このサイズっていうのはもうちょっとちっちゃくなるかな。でも枯らしちゃうよりは全然マシかなと思います。カラテア結構難しいって言われてるんですけれども、今までうまく育てられなかったっていう方にも、ひょっとするとこの水栽培っていうのはいい攻略法になるのかなっていうふうに思ってます。まあ、復活動画の時もね紹介しましたけれども、やっぱり他のカラテアとかでも結構いい育ち方してますね。前の動画見ていただいたらわかるんですけど、ハダニがひどかったんですよ。もうめちゃくちゃハダニだらけ。でも、今のところハダニはね、いない感じですね。いないっていうか、まあ、完全にゼロではないんでしょうけれども、その時よりは少ないです。というか、目視であんまりわからないぐらいですね。はい、ハダニの量も減りました。今後もね、このまま育てていこうかなと思います。はい、続いてこちら、アロカシアですね。エレーンです。これも随分弱ってたんですけれども、新しい葉っぱが展開してきてくれました。これが新葉ですね。古い葉っぱはね、もうだいぶ落ちちゃいましたね。で、動画の方では、確か洗剤につけてる様子だとかもご覧になっていただいたんですけれども、こちらね、洗剤につけたりとかしてもちゃんと生きております。で、その時はさっきのカラテアと同じように水栽培で、やっていたんですけれども、どうもね、このアロカシアは水栽培すると根っこ腐るかなっていう印象です。根っこが腐ってね、伸びないんですよ。ある程度まで行くと。ただ、それでも一応葉っぱ自体は展開してきます。なので根っこがそんなに伸びていなくても水に挿しておけば、葉っぱは展開するっていう感じですね。なので、葉っぱが全然伸びてこないよっていうような株がもしあったら、
まあもしね、ダメだっていうふうに自分の中で思うんだったら、水につけておいて様子を見るっていうのもありかなとは思いました。まあ実際葉っぱも展開してきてくれてますしね。ただずーっとそのまま水栽培で育てられるかっていうと、カラテアほどなんか水には適応してくれないような感じなので、うん、僕は途中で用土に切り替えた方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。用土に切り替えるときは、水栽培してたときの根っこっていうのはやっぱり、水に慣れているので、用土はなるべく乾かさないようにしてやった方がいいかなとは思います。そうすると、まあ徐々にこの、今度は用土にね、適応した根っこが出てくるので、そしたら、よく言われる、乾湿のメリハリが効いたような栽培に切り替えても大丈夫だと思います。冬はちょっと難しいかもしれないんですけどね。冬場だと結構お部屋の中とかでも冷えちゃったりとかして、用土湿らせておくと鉢の中がね、冷えて調子崩しちゃったりとかするかもしれないんですけど。まあそういう時はなるべくお部屋の高いところとかに置いて、鉢の中冷えないように工夫してあげてください。まあそこまで寒いね、お家だったら多分水栽培でもうまくいかないかもしれない。水栽培ってあんまり冷やしすぎると良くないんで、できれば15度ぐらいかな、それぐらいが最低温度になるように水栽培っていうのはしてやると結構うまくいきます。まあ新しい葉っぱ出てきてくれたんで、多分このまま育てられるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、続いてこちらカラテアです。あ、じゃない、カトレアです。これはね、動画の中では紹介してないんですけれども、とある雑誌の方で、ちょっとお願いされて育ててたものです。葉っぱにめちゃめちゃこう、傷というかシワみたいなのが寄ってるじゃないですか。これね、写真に撮ってあるので、写真をスライドで出しながら見ていただこうと思うんですけど、最初こんな感じだったんですよ。もうね、結束その脱水状態。で、しかも、水苔の上になんか生き物の糞がたくさん散らばってる状態だったんですよ。それで、あ、これはなんか積みついてるなっていうことで、洗剤水に鉢ごとジャバーンってね、つけてあげたんですね。で、出てきたのが、わらじ虫でした。まあ、わらじ虫以外にもひょっとしたらいたのかもしれないんですけど、とりあえずわらじ虫が出てきましたね。で、僕その時ね、初めて知ったんですけど、わらじ虫は洗剤水効かないみたいですね。結構泳いでました。まあ、ずーっと放置しといたらね、死んじゃうかもしれないんですけれども、まあ、耐えるみたいですね、わらじ虫も。で、古い根っこをきれいに取り除いて、で、水苔に植えました。で、それで様子を見ていたら、鉢の中の方がカビちゃったんですよ。なんでか知らないけど。多分、根っこに菌がいたんだと思います。で、あ、これは調子崩しちゃうかなっていうことで、途中からペレポスト上に切り替えて、それで今に至るっていう感じです。2株入ってるんですけどね、見ていただくとわかるかな？これ、今年出てきた新しい葉っぱですね。これも今もう新しいのが出てきてます。これはもう別の株の方ですね。ちゃんと健康的なね、バルブが出てきているので、あ、バルブっていうのはこの、茎みたいな部分のことバルブって言うんですよ。この卵の膨らんでる部分、ちょっと見えづらいかな、ポコッと膨らんでる部分をバルブって言うんですけど、ここに栄養を溜め込んでます。まあこれだけ健康的なバルブ出してくれればもう一安心というか、このまま育てていけば持ち直してくれるかなと思います。花がね、咲くのがすごく楽しみです。まあ、まだ成熟したバルブが全然ない状態なんですよ。古いバルブがね、いっぱいあるんですけど。で、花咲く時ってこのバルブに溜まった栄養を使って花が咲くんで、もし今の状態で花が咲きそうになったら花咲く前に、花芽切り落としてやります。そうしたらカトレアの場合は基本的に一つのバルブから一個の花芽を出すんで、その年の開花っていうのはそこで終わります。なので体力の温存ができるんですね。まあ花咲いてなんぼみたいな植物はやっぱ花ね、咲かせてやりたいなっていうか、花が楽しみで見てみたいなっていうのがあるんですけれども、うん、花咲くっていうのはそれだけ体力使っちゃうんでね、長く楽しもうと思ったらやっぱりコントロールしてあげないとダメですね。まあそんな感じです、ね、これもじゃっぽり洗剤につけたりとかしてましたけれども、ここまで復活してくれました。あんな乾燥しきった葉っぱとかでもこうやって今は張りありますからね、傷は残ってますけど、意外と洗剤で洗っちゃったりとかしても大丈夫なんですよ。はい、というわけで今日はこちら、
弱った観葉植物のその後の様子を紹介させていただきました。あまり観葉植物とか育てるの慣れてないっていう人は、お店とかの安売りコーナーっていうのはちょっと手出すのにはハードル高かったりとかするんですけれども、やっぱりいいなっていうのありますよね。お値段も安くなってますし、もし欲しいのがあって助けたいなって思った時は、ぜひこのチャンネルの動画参考にしていただければ嬉しいなと思います。はい、というわけで今日の動画は以上となります。皆さんご視聴ありがとうございました。ではまた、バイバイ。